てる動いてる。あー動いた。年間80万人が訪れる三重県の鳥羽水族館。県外からの観光客も多い人気のレジャー施設ですが、昨日7年ぶりに入場料の値上げに踏み切ることに。大人が2800円、子どもが1600円とそれぞれ300円ずつ上がりました。その訳は、サンマがですね、2年前ぐらいから、まあ、これまでの2年前から今が 1.5 倍ぐらいで、5年前と比べるとほぼ倍ぐらいの値段になってきて。まずは餌代。体重がおよそ700キロあるトドはサンマやアジなどを1日30キロも食べるそう。しかし餌の仕入れ値は5年前に比べ倍増。水族館の経営に重くのしかかります。他にもこちら、照明などの電気代も値上げの要因なんです。水槽を美しく見せるために欠かせない照明などの電気代は去年と比べ4割増加。さらに水温を一定に保つためのボイラー室では重油が使われていますが、こちらも3年前と比べ4割増えています。値上げラッシュは一向に収まる気配がなく、鳥羽水族館では今年に入った頃から値上げを検討。苦渋の決断だったといいます。コロナ禍の中でですね、お客様の来館も減っておりますし、値上げすることによってですね、さらにお客様が減ってしまうのかという心配もあったはあったんですけれども、まあ、それ以上にやっぱ動物を健康にですね、しっかり飼育するっていうのが大事な役割で。入場料の値上げにお客さんは、ネットで調べて2500円なのに、今日見たら2800円だからちょっとびっくりして。安ければ安い方がね、やっぱありがたいですけどね、仕方ない部分もあるのかなっていう。5人で考えるとちょっと大きいよなという気はしますね。ちょっと どう行くどうするってはなるかもしれないです。入場者数の減少を食い止めようと、鳥羽水族館は今後イベントを増やすなどしてサービス向上に努めるということです。